皆さんの目の前に立っているのは、神話の世界を導く古代魔法の神。それは遥かなる時代に伝説の生き物たちが残していったもの。その謎を解くには私たちが力を合わせなければなりません。そうすれば閉ざされた門が開き、愛に満ちた世界を見つけることができるでしょう。どうぞこの魔法の旅にご参加ください。イマジネーションの世界で見たそうなコンタレジェンドオブミシカ。そう、魔法は今まさに始まろうとしているのです。
ませんでした。愛すべき仲間たちがやってきたのです。私たちの喜びの世界を取り戻すために。生き物たちは信じていました。いつか人間が力を合わせてミシカの門を開く日を。さあご覧なさい、おもてなしの笑いの精を。冒険の精を。
Thank you.
講談社がお送りしましたレジェンドオブミッション。今回は悪天候のため内容を一部変更してお送りしました。どうぞご了承ください。この後も30周年の白熱あふれる東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしください。 Ladies and gentlemen, we hope you enjoy The Legend of Nezuka presented by Kodan Shop. Due to weather conditions, this performance was presented in an alternate version. And now,Please continue to enjoy the happiness of the 30th anniversary at Tokyo DisneySea. Thank you.